アイテム番号、SCP-513JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-513JP の展開範囲は、センサー付きのフェンスで覆われています。センサーの感知範囲に部外者が侵入した場合、カバーストーリー、ダム建設工事、を用いて退去させてください。観測拠点では常に空間分析システムによる観測を行い、展開範囲の拡大などの不測の事態に備えてください。内部から敵対的な実態が現れた場合は、常駐している機動部隊5、2、極卒、第2分隊が対応します。実験許可の可否は、研究主任に一任されます。内部への潜入は、現在 D クラス職員にのみ許可されています。他クラスの職員は、展開範囲には極力近づかないでください。説明、SCP-513JP は青森県、牟礼、山地に存在する解放、選別型の異常空間です。外見上の広さは約、平方メートルで、川の支流の一部、及びその岸辺にあたり、展開範囲は常に原因不明の濃霧に包まれています。休暇中に近郊を訪れ、消息を絶ったエージェント、の捜索時に発見されました。エージェント、の行方は未だ判明しておらず、内部に迷い込んだ可能性が高いと推測されます。内部へは人間のみが潜入可能です。潜入した人間、以下、潜入者、の精神に応じて構造が変化すると考えられ、その報告内容は毎回異なるものの、いくつかの共通点も判明しています。一、外部との通信障害、GPS、位置エラー、映像、激しいノイズにより判別困難、音声、受信機を境界線付近に置けば可能。二、外見よりもはるかに広い。三、通常空間と同程度の濃霧、時間経過で突如晴れる。四、何らかの形態の、川、が出現する。五、発生する事象は、概ね死後の世界の伝承に則っている。六、知性を持つ実体が複数存在すると推測、外部に現れたケースはなし。現時点までの潜入者はすべて、調査中に通信が途絶え、以後は消息不明という結果に終わっています。調査記録 SCP-513JP 抜粋。全文は中央資料室区画に保管。第一次調査。日付。201年10月日。目的。予備調査。手段。ドローン。各種の実験用動物を潜入させる。結果。空間分析システムより算出した境界線を越えても変化なし。研究主任の分析。人間にしか反応しない可能性が高い。第二次調査。日付。201年10月日。目的。潜入条件の解明。手段。D クラス職員、D-2912 を潜入させる。結果。D-2912 推定境界線を越えた瞬間に消失、上記の通信障害発生。音声ログ抜粋。博士、当 SCP 事案研究主任。周囲の様子はどうかね？D-2912。霧が深くてよく見えねえが、別に変わりは、あれ、変だな。あの川、あんなにまっすぐじゃなかったような、向こう岸に誰かいるぞ。博士。ほう、容姿はわかるかい ?D-2912。小柄で、腰の曲がった、多分年寄り、え？博士。どうした ?D-2912。愕然とした様子で、ばあちゃん、どうして博士端末で D-2912 の人事ファイルを参照。彼の祖母は、年前に死亡していることを確認。D-2912。泣き出しそうな声で、ばあちゃん、本当にばあちゃんなのか。水音、川を徒歩で渡っているものと推測。博士。D-2912 状況。D-2912。うるせえ、もう知ったことか。ばあちゃん、俺もそっちへ。霧が晴れてきた？集落。D-2912。どこだよ、ここはなんでこんなに広く。集落。D-2912。川が、真っ赤に、うめき声、この匂い、ち？集落。D-2912。は、針がびっしり生えた山が、人が、串刺しに。周囲で大勢の人間のうめきらしき音声。集落。
P2912。溶岩の池が、角の生えた鬼が、周囲で液体が湧き出す音声。集約。P2912。ばあちゃん、助け。絶叫、違う、お前は、話せ。嫌だ、俺はあんなところ。至近距離で何者かの笑い声らしき音声。通信中断。研究主任の分析。人間のみが潜入できる可能性が濃厚。内部を異常空間と判断。本件を SCP 事案と確認。報告内容は仏教圏の地獄伝承に酷似、危険な環境と推測される。まさか、あの世へ歩いていけるとはな。第三次調査。日付。201年10月日。目的。内部構造の調査。手段。P クラス職員、P7610 を潜入させる。結果、潜入時の現象は第二次調査時と同様。音声ログ抜粋。博士、周囲の様子はどうかね？ P7610、霧が晴れてきた？この川、こんなに大きかったっけ？向こう岸が見えないくらい。集約。P7610。あちこちに、石が積み上げられてるわ。賽の瓦みたいに。集約。P7610。何かある。船着き場かしら？一艘だけ、古びたボートが、誰か乗ってる、サンズの川の渡し森みたいのが、気味が悪いわね。博士、君は、死後の世界には詳しいのかね？ P7610。まあね、実家が寺だったから、話しかけてみる？博士、ああ、頼むよ。P7610。ねえ、あんた、ちょっと聞きたいんだけど。ボート上の実態？低い声で、船代は6文。P7610。うん、何時代の話よ？いえ、別に、船に乗りたい役じゃないのよ。ここはどういう？ボート上の実態？同じ上司で、船代は6文。P7610。ああ、罠し通じそうにないわ、こいつ。悲鳴、何よ、あんたら？博士、どうした？ P7610。ボロボロの服着た、ババアみたいな奴らが、まさか、こいつら？ボート上の実態、同じ上司で、船代ないなら。新たに出現した実態、けたたましく笑いながら、主の着物をよこしおれい。通信中断。研究主任の分析。内部の構造が潜入ごとに変化する可能性、潜入者の精神が反映されているものか、老婆のような人型実態というのは、おそらく脱えばだろうな。今頃は、閻魔大王にでも会っているんじゃないだろうか。第四次調査。日付。201年10月、日。目的。潜入者の精神に呼応して、内部構造が変化する仮説の検証。手段。P クラス職員、P9016 を潜入させる。選抜条件、裁判時より一貫して無罪を主張しているため。結果、潜入時の減少は第二次、第三次調査時と同様。音声ログ抜粋。博士、周囲の様子はどうかね？ P9016。川辺のようですが、霧が深くてよく見え、晴れてきました。おう。集約。P9016。お釈迦様が、お迎えに。集約。P9016。雲に乗って、川を渡っています。一面に蓮の花が咲き誇って、周囲で風を切る音らしき音声。集約。P9016。羽衣をまとった天女が舞い踊って、周囲で女性の歌声と弦楽器の演奏らしき音声。集約。P9016。美しい建物が、東照宮を、何十倍にも大きくしたような。周囲で多数の人間による念仏、おそらく般若心経、らしき音声。集約。P9016。冤罪をかぶせられた時は、よう恨んだが、ここに来るための、試練だったのかもしれない。光が、体が、魂が、浄化され。通信中断。研究主任の分析。一般的な極楽のイメージに近いと言える。P、
9016が本当に冤罪かどうかはわからないが、仮説は実証されたと考えていいだろう。今のところ、すべての報告で共通しているのは死後の世界、そして、川、の存在だ。おそらく、潜入者が日本人であり、サンズの川のイメージが反映されているためだろう。では、サンズの川を知らない潜入者の場合はどうなるのか？第5次調査。日付。201年10月、日。目的。サンズの川伝承を知らない人間が潜入した場合の確認。手段。D クラス職員、D4421 を潜入させる。選抜理由、姉崎、フレイザー式進行分析テストの結果、サンズの川伝承に関して無知と判明。加えて、変更度レベル4のキリスト教原理主義者であり、死後の世界へは門を潜って入るというイメージを強固に有しているため。結果、インシデント SCP-513-JP を受け実施延期。201年11月、日再編集。インシデント SCP-513-JP 詳細追加。201年11月、日、エージェント、の生存が確認されました。展開範囲を包む霧の中から歩み出てきたところをこ、に隊員に保護され、各種検査や情報局との身分照会により間違いなく本人であることが確認されました。健康的には何の問題もなく、本人の希望もあり翌日から聴取を開始しました。エージェントは休暇中、趣味の渓流釣りのため現地を訪れたところ、SCP-513-JP に迷い込んだと証言しました。内観は第二次調査時のものに近く、川の対岸にもと同様のエージェント。201年の、嘆きの水曜日、事件で殉職しています、が立っているのを目撃、このまま進むと帰れなくなると考え、直ちに引き返しました。記憶にある限り、行きと同じルートを辿ったにもかかわらず、見覚えのない建造物を発見。SCP-513-JP の手がかりを求めて、内部を探索しました。建造物は装飾性に乏しいコンクリート製で、広さは日本の平均的な一軒家程度。人の姿はなく、ほとんどのドアがロックされていました。唯一侵入できた部屋の床には、棺桶のような、機械、エージェント、の表現、が設置されており、机の上には数枚の紙片が置かれていました。そこに記されていた内容は以下の通りです。1枚目。危険な実験になるだろう。戻れなかった場合に備えて、これを記す。私の名は平坂新郎。反宗教学者、超心理学者、そして心理の探求者だ。私は川に疲れていた。その向こう岸を明らたいと絶望していた。サンズの川、冥府の川スキュクス、母なるナイル。それらは、同じ原型から生まれたものだ。人類の集合無意識に横たわる、この基地とかの騎士を隔てる川、なぜ、死から生還した人々は一様にそれを見るのか。文化の伝播だけでは、これほど強く意識に根付いている理由が説明できない。川の概念は教えられて学んだのではない、最初から人の意識下にあるのだ。川、そして向こう岸の真実を求めて、私は世界中の書物を紐解けいた。世界中の宗教家に教え起こった。しかし、そこに記された川と、彼らが語る向こう岸は、愚にも吹かない迷信に濡れ、真実は覆い隠されていた。善行を積めば天国に行ける、悪行を重ねれば地獄に落ちる、ナンセンス。私が知りたいのは、未修正の原型たる川と向こう岸の真実だ。解決の糸口を与えてくれたのは、そこにある機械だ。人の思考を読み取り、悪空間内に具現化する、信じられないだろうが、私はそういう技術が実在することを知っていた。あるつてをたどって、ついに実物を入手することができたのだ。さらに、私はこれに独自の改造を加えた。個人の意識を通して、集合無意識にまでアクセスできるようにしたのだ。今から、川と向こう岸を再現する。危険は100も承知だ。だが、死など恐れはしない。私が恐れるのは無知だけだ。これを見ている人よ。もし私が戻っていなかったら、実験を引き継いでくれる人間を探してほしい。無論、あなたがそうしても構わない。人類はそろそろ、神の奴隷から解放されるべきなのだ。2枚目。実験は順調だ。改造はうまくいったようだ。脳の内側をまさぐられるような感覚に吐き気を覚えたが、何とか発狂はせずに済んだ。機械から這い出し、研究所を出ると、周囲に悪空間が展開されていた。
そして、川があった。夢にまで見た場所が、現実に。私森が船賃を要求してきたが、私がイメージの剣を振るうとあっけなく消滅した。こんなものは、かつて刷り込まれた迷信の残滓に過ぎない。水を立ち割り、徒歩で渡る。鬼が、ケルベロスが、アメミットが私の行く手に立ち塞がった。ことごとく切り伏せた。地蔵菩薩が、大天使ミカエルが、アヌビスが私を悟そうとした。すべて無視した。神にも悪魔にも用はない。天国も地獄も素通りだ。我が望みは真理だけだ。今、周囲には、暴漠たる空間が広がっている。いるのは、私だけだ。ついに踏み込んだのだ。いかなる加工も施されていない、本来の向こう岸に。万が一の時は、この手記は頑丈な容器に入れ、目立つ場所に置くことにする。だが、おそらくは杞憂に終わるだろう。ここは人の精神世界であり、私の精神世界。イニシアチブはこちらにある。考えてみれば、危険などあるはずもなかった。もうすぐだ。もうすぐすべてがわかる。三枚目。乱れた筆跡。なんとか研究所まで逃げ戻ったが、まだ震えが止まらない。実験を引き継いでほしいと書いたことは撤回する。機械には触れるな。そして、向こう岸には近づくな。ああ、私は世界一の愚か者だ。あれを直視するまで、理解できなかったとは。人が宗教を作ったのは、向こう岸のあれを覆い隠すためだったのだ。直視し続けるには、あまりにもおぞましいあれを。死後の世界こそ、人類最古のカバーストーリーだ。私は子供じみた好奇心で、その禁断のベールを剥ぎ取ってしまったのだ。向こう岸に思いを巡らすな。それは、豚に出荷された後の運命を教えるに等しい。いや、家畜なんかじゃない。人は食器だ。あれが人々の意識に、三次元宇宙に伸ばした無数の手に握られたフォークああ知るんじゃなかった誰か私の記憶を消してくれあんなところに行きたくない食われている、判別不能、で続けているなのにみんな笑って歌って、判別不能、になって溶ける私の自我が溶けてしまうおぞましい。判別不能、死にたい死にたくない死ぬのが怖い生きるのも怖い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 、以下、判別不能。四枚目。弱々しい筆跡、神よ、なぜ死んだ。五枚目。報いなのか。神を信じず、宗教の意義を介さず、全地を手中に収めようとおごった、これが報いなのか。もはや、私に安らかに眠れる夜は二度と訪れまい。春の花も夏の空も、毒と化して私を責めさいなむだろう。悪空間を閉鎖したいが、無理な改造がたたって展開を解除できない。無責任な私を許してくれ。警告する。無知という安寧に浸っていたいなら、人間という殻に守られていたいなら。くれぐれも、向こう岸を見るな。愚かなる平坂より。エージェント。は紙片の回収、建物や機械の撮影などの作業を行った後キトにつき、SCP-513-JP からの脱出に成功しました。彼の腕時計の時刻は潜入開始時点から約2時間しか経過しておらず、博士は時間のズレが生じた可能性を示唆しています。平坂親王という人物については、異常な技術の保有、カバーストーリーという語句を用いていることなどから、財団、あるいは要注意団体との関わりが懸念されます。SCP-513-JP の研究は建造物の調査、平坂氏の捜索へとシフトする予定です。ほい、エージェント、のコメント。気のせいだとは思うのですが、SCP-513-JP から抜け出す瞬間、背後に何者かの気配を感じました。いえ、人間ではないと思います。もっと、ずっと、はるかに巨大な、計り知れない存在が、川の向こう岸からこちらを見るつめているような、いえ、見てはいません。振り返った時は、すでに外に出ていましたから。怖くはありませんでしたよ。むしろ、なんだか懐かしいような、あいつ、コエージェント。も、あそこへ行ったんでしょうか。だとしたら、案外、死ぬのも悪くないかもしれませんね。